どうも、天ぷらです。藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今日はですね、我々は寿司ベースに来ておりますね。久しぶりですね、寿司ベース。はい。ここで、寿司トークを取ろうという設定になっております。ただいま時刻は12時半。まあ1時半集合となっておりますから、約1時間後に藤山は来るでしょう。まあ来てね、昼時ですから、まず収録前に腹ごしらえでもするか、うん、絶対そういう流れになりますね、はい。いつもはそこで買い出しに走るんですが、今回はあらかじめ、おにぎり用意しておきましたんで、おにぎりを食べて腹ごしらえをしよう、そういう流れにします。その藤山が食べるおにぎりの中に、カブトムシが入ってたら。カブトムシ、ぎょっとしてるでしょうけど皆さん、はい、これは食用カブトムシです。食用カブトムシってのがあるんですか？あるんですよ。このように、袋の中にオス1匹、メスが2匹、うわ、この1袋で4000円です。高それだけ貴重なものですよ、やっぱり食用カブトムシですから。はい、今ねこういうなんていうんですかね、ものをその普及しようみたいな流れはあるんですよ。あ、要はいずれね、食料不足にあえぐ可能性ありますよね、うん、この世の中何があるか分かりませんから、はい、こういう虫とか昆虫を食べたらどうだろうっていうね、うん、そういう開発が進んで、食用のこういう虫がいっぱいあるんですよ。あ、まあ、もちろんコオロギ系もあるし、セミとかもあるし、はいはい、バッタとかもあるんですが、一番ギョッとするのがこいつですよね。こいつですね。こいつが具として入ってたら、いやすごいな。すごい。え、めっちゃ可愛いね。可愛いんかい。可愛いって何？ブレるブレる。可愛いとキラーとか言えお前は。ブレるいたずらが可愛いとなると。でもなんか可愛いもの口に入れたくなるっていう。いやもう変だ。もう彼彼女は変だ。おかしい。一緒にいたずらを仕掛ける上でブレる。すいません。うわ、そんなもの入れるんですかが正解だ。うん、うわ、これ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 。うまい。うまいじゃない。これがガチ。彼はもう必もうゴキブリ人間の時も感じたけど、もう女子だから。虫図が走ります、本当に。うわー！うわー！その辺の感覚。虫はちょっと。うわー！え、すごい！すごいじゃない。すごい、リアクションうまいじゃない。じゃないのよ。ガチ。すごい。すごいじゃない、だから。さあ、これを早速ね、作っていくんですが、どう入れるかって、まあ普通のお米から言ってもよかったんだけど、はいはいはい、いかんせんその俺おにぎり握ったことないし。握ったことないんですか？ないよ。ある？いや、ありますよ。なんで？どういう設定？設定というか、その何か冷凍食品を中に入れたり、うん、もうそういうのでおにぎり作って。だからなんで？自分のために？自分のために作りますよ。で、楽屋持ってて食べたり。若手芸人。今現在やってます、やってます。若手芸人ですから。涙ぐましくないですか？お米応援してあげてください。はい、かき揚げこと160センチ矢崎を。お願いします。本当、まあそれこの形だったら割って、うん、割った方がいい。え、どういうこと？割る？真ん中で？はい。ああ、なるほどね。そしてほじって割った方がいいと思うんですよ。ああ、なるほどね。で、これまた元戻る？例えばだけど、こう入れますよね。中に入っちゃう。スポット入れますね。で、やってみたとして、さっきの位置に、こっちか。ちょっと待ってね。あ、これでなんかちょっとこういう角がはみ出てるのがグロテスクですけど、うまくもしかしたらいけるかな。あ、でも、うん、昆布おにぎり。あ、昆布だと思う？思ったらそんなに違和感はない。昆布おにぎりだと思う。あ、はいはい、そうです。
そうです。こう握るじゃん。はい。今握ってんだけど。はい。ちょっとチクってすね。うわー。見てよ。チクッとするんだ。うわー、これはすごいね。優しいですね、握り方が。うん、そうですね。どう？わかんない。わかんないね。わかんないですよ。おにぎりです。塩むすびです。塩むすびです。これはよし、じゃあこれを取って、でもう入れ替えよ。その一人さ2個ずつみたいな、おにぎり買ってきましたみたいな感じで1個彼これじゃん。そしたら1個こうエビ、彼エビって絶対好きだから。あ、はい。エビの天むすは絶対絶対彼選ぶから。こういうことよ。あ、いいですね。これでワンセットね。はい、うん、これであれば彼絶対これ選びますよ。そういうことですね。間違いないんですよ。これは一緒だったら、うん、あとはこれは何を食べたいか。もう30年以上付き合ってきて分かる。エビが大好き。彼はこの中で一番、一つの素材しか食べられなくなったとしたら何にするっていう質問に、100% の確率でエビと答えます。すげー。確かに打ち上げでもエビ頼んでますね。はい、はい、エビが大好物です。大好物だ。どちらを最初に食べるか分かりませんが、この塩結びとされるおにぎりを食べた時、中に入っている食用カブトムシを食べた時のリアクションを楽しみましょう。おはようございます。おはよう。おはようございます。おいおい、ちょっとトイレ寄ってきたんだけど。誰？すごいうんこ。誰？俺だよ。やめてよ、やめてよ。やめてよ、俺は。恥ずかしい。すっごい臭かった。やめてよ。臭かった。鬼だった。鬼めちゃくちゃ出たんだよ。何食べてんの？何日分のが出てるからさ。まずは腹ごしらえじゃない。あ、そうね。今回はおむすびにしておいた。暑くない？そうなんです。あ、冷房つける？直射日光、冷房つけます？冷房つけたら寒いよね。いや、あ、それぐらい暑い。うん、この時期だけど冷房かもね。すごっ。11月だよ。焼きおにぎりもらっちゃっていい？あ、全然いいよ。焼きおにぎり基本的に嫌いだから。どういうこと？好き？いや、別にあのめちゃくちゃ好き、取り立てて好きじゃないかもしれないけど、はい、焼きおにぎりうまいな。焼きおにぎり嫌いって聞いたことないよ。冷凍食品の焼きおにぎり、いやいやいや、買っちゃう。あの、表面パリパリしてるじゃん。うん、めっちゃうまいわ。いや、あの、米本来のふわっていうあれが損なわれてる。ああ、あ、ダメにされてるって感覚ってこと。それはまあこっちのな、あの塩むすびで補うから。ふわ、いや、俺余ったやついいよ、みんな、なんとかいいな。俺はこの BA のやつにしようかな。いいな。うん、どうも。あ、ありがとうございます。あ、お箸あるよ。あ、大丈夫、大丈夫。すいません、いただきます。ありがとうございます。あと、稲荷はあの、それぞれあの、食べたい人が食べるっていう、ちょっと取り足しで買ったから、俺が、その余ったらいただこうっていう腹で買ったから。まずは塩むすび。いただきます。いただきます。これどこ？これは天神屋。天神屋？いや、そんなあの、なんか すごいとこじゃない。そこらで買ってきたやつだけど。天神屋じゃない。いや、なかなかやるじゃん、この焼きおにぎり。いいの。あ、何これ。あ、何これ。あ、何これ。パリって言った。え、何これ。なんか入ってんじゃん。うん、うわぁ、うわぁ、来た、来たなぁ。もう気持ち悪い。何言ってたのね。わぁ、気持ち悪い。お前も愛苦しいなぁ。何入れてんだお前。おい、なんかすげえの入ってたぞ。なんだ、なんだ、なんだ。わかんない、ゴキブリ。
って上行かないで、ゴキブリが入ってた、上行かないでくれ頼む、上行かないでくれ、ゴキブリではない。じゃん、なんだこれ、タガメ、タガメじゃないよ、まだケツだから分かんないか、分かんないのか、なるほどな。じゃん、うわうわカブトじゃねえかよ。どこまで行ったのお前、行かなかったな全部。行かないよ、もうここでなんか行った時にほらパリって行ったんだ。ああ歯型があるね、うん、歯型がパリって行って、ああここに、うわ何何っつって塩だと思うから、これかな、そう歯型やる、うわーきわ、ただこれは食用だからね何の拍手だよ、食用です、食用カブトよ、食べられる、食べられるよな、はい、食べてみるじゃん、え、いいんですか？ブレる、ブレる、ブレるんだよ、お前の何ですかは。これ、あの、食用なんですよ。うん、ゆっくり取ってきた。4000円するんですよ。いやいや、そうだよ。だから ?4000円だから何？多分高級食材なんですじゃあ、メス行くか食べられるわ。うわぁうわぁメス行く、メスだし。え、いいんですか？いや、いいんですか？バリバリ行くの？バリバリ食材。え、かわいい変わった子だ。どういうテンション食べてみて。ブローチみたいなの。いや違う違う違う。つけれるな。いやブローチみたいになって。待って確かに。行って行って。え、いただきます。それでも野山に山行ってきたってなるだけだよ。なんかついてるぜ。いただきます。うわ、食べた。いや笑っとるで。うわすごい。お前すげえよ。仕事来るぞお前マジで。おいしい。食べれますからね、だって。え、あ、普通に美味しいです。何味？なんかスナックみたいな。スナック味？はい、なんかポテトチップスみたいな感じです。チップス？はい、ちょっとほんのり塩系？はい、うぇ、多分ゴキブリの方が美味しいかもしれない。何言ってんだよお前なんか、結構甲羅が硬いんですよ、多分ゴキブリが柔らかいと思うんでそういうこと？あ、そういうこと？はい、なんか硬いのが難点？甲羅がちょっと残ります。お前すごいよ、すごい冷静に食レポしてんじゃん。え、絶対食レポもお前いけないのこれ。ちょっとそれ聞いて行ってみようかな。行ってよ。いや、どうせだったらこれで行ってよ。いやいや、なんかこう、コーナンがあんのが嫌なの。なんでコーナンって柔らかい、硬いがコーナンって言うなお前。なんだその言い方、コーナンって。これはこれだけでいかしてくれ、うん、おぉ美味しそう。いやもう行くとなったらボリボリ行くじゃねえかよ。うわすごい、なにこれ、あれじゃん、なんだっけ、チョコがコーティングしてあって中サクッとした。うまくねえよ。あ、めっちゃ入る。おい、え、でもこれ将来貴重なタンパク源になるかもしれない。なるよ。こっち行ってほしいのよ。いや、硬いんだよ、あの言う通り。え、硬いんですよ。硬い。あ、そう。うん、行ってみて。いやこれ、これこれよ。うまい。うまいじゃないのよ。え、じゃあそのエビのさ、うん、こういけるわけじゃん、うん、その流れで行っちゃえばいいじゃん。エビのエビってその流れで行くかい。あ、ごめん、めちゃくちゃ硬いレベル違う。硬い、これこっちはいけないのかな。硬い硬い、めちゃくちゃ硬いぞこれ。そうそう、ちょっと触ってみ、もうこれの時点で口の中入れるやつじゃねえよもう。確かにこれ食えんのか。これは食えねえよ。角は硬いです。角硬い、あのボディだけな、ね、ボディ、うん、でもこれ食べれるというね。うん、おー、あの、なんだろう、味付けもうちょっと濃い方がいいな。いや、その味付けとか、うま、よりうまく食べようじゃないのよ。硬い、そう、硬いんですよね。う
どうしたの？うわうわやられてるじゃん。てってれちっちゃい。